甲子園口駅は兵庫県西宮市甲子園口2丁目にある西日本旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は JRA51、JR 神戸線の愛称区間に含まれている。北出口駅名の甲子園口は甲子園に由来する。なお、甲子園口駅から阪神甲子園球場まで2.3キロで駅南側から 阪神バスが運行している。北側と南東側は完成な高級住宅街となっており、南側のスタルジックな商店街などもある。以前は映画館が3軒も営業していた。北側駅舎は長年昭和初期の木造洋館がそのまま用いられ、商社な街並みにマッチしていたが、老朽化のため取り壊された。跡地に建設された。 新駅舎は2014年3月22日に使用開始となり、駅事務室と緑の窓口が南口駅舎から移転してきている。駅所在地の現在の地名は西宮市甲子園口2丁目であるが、この地名を元にして駅名が命名されたのではなく、甲子園口1丁目の6丁目という町名は1950年になって駅名にちなんで名付けられたものであり、 駅開業当時は、向こう群河原、木村下神殿という地名だった。行政上の地名としての甲子園口は1950年以降の命名だが、新興住宅地として土地開発を進めるために、周辺は、新駅設置内定の頃から甲子園口と呼ばれてきた。水田駅すま駅間での電気運転開始に伴い、塚本駅、立花駅、六甲道駅、 元町駅と同時に開設された。河原、木村の熱心な誘致運動が実ったものである。駅開設と同時に、甲子園口と地区各整理組合が設置され、周辺の開発が推進されるようになった。それに伴い駅の利用客も増加した。ホーム森土地上に島式ホーム2面に温泉を有する、高架駅である。有効町は、下り内側線の一番乗り場と、 上り内側線の三番乗り場は十二両編成、折り返し専用線の二番乗り場は八両編成だが、下り外側線にはホーム及び乗り場がなく、上り外側線の四番乗り場は一部が、開閉可能な安全定策で仕切られている。開業当初は一番乗り場が下り外側線、二番乗り場が下り内側線だったが、1 9 6四年十月一日に、駅構造が変更され、 一番乗り場が下り内側線、二番乗り場が大阪方面への折り返し線となり、下り外側線は、戦時中に建設された阪神向こう側線を転用して、付設されている。そのため折り外側線にはホームがない。なお、運転取扱い場では、ホームのない下り外側線を一番線とするため、一から四番乗り場は、それぞれ二から五番線として扱われている。 上り街側線側はステンレス製の柵で閉鎖されているが、ほぼ等間隔で取り外せるスペースが設けられており、団体列車や外側線列車が臨時停車する場合や緊急時に備えているが、高校野球応援団体臨時列車も含め実際に使用されたことはない。折り返し線は現在、朝晩の一部列車が使用している。上下線ホームともエレベーターが設置されている。 エレベーター設置工事に伴い、ホームを東側に延長、移動させるため森土の掘削が必要であったことから、2007年8月27日から2009年3月13日まで、一時的に2番乗り場の使用が停止され、当駅折り返しの列車は運転区間の変更を行っていた。工事完了に伴い、2009年3月14日の、 ダイヤ改正に合わせて2番乗り場の使用及び、当駅を理解し列車の運行が復活した直営駅。アーバンネットワークエリアに属しており、移行下及び定型 IC カード利用が可能である。当駅で使用されている接近メロディは、1997年2月16日から、JR 神戸線内各駅で導入されている、に加え、列車接近表示から、 メリーさんの羊が流れる。日中時間帯は1時間に8本が停車する。朝ラッシュ時は本数が多くなる。朝6時台に当駅始発の大阪方面に行き、大阪発夜23時台に当駅止まりが、それぞれ1本ずつ設定されており、2番乗り場を使用する。1986年10月31日までは、日中にも当駅折り返し電車があったが、 翌11月1日の改正でこの時間帯は、神戸駅発着に変更された。事故などで、ダイヤが乱れた場合は、折り返しが設定されたり、当駅を境に見合わせになることがある。1988年3月12日までは、夕方に、折り返しが設定されていた。阪神大震災直後の部分営業時には、普通や新快速の折り返しに頻繁に使用されていた。 JR 福知山線脱線事故後、JR 宝塚線の列車運転再開までは、暫定的に、天ヶ崎駅発着となっていた、JR 東西線の快速が、天ヶ崎駅当駅間は、回送扱いで折り返しをしていた。以下に、発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。2019年度の1日平均乗車人員は18,735人で、 ある。西宮市統計所及び兵庫県統計所によると、1日平均乗車人員は以下の通り、第二次世界大戦下の軍事工場輸送で、阪神向川線に甲子園口駅を設け、商船との接続を図る計画があった。阪神電気鉄道によると、車内に資料は残っていないが、丸山武雄の調査によると、昭和18年3月19日付の、 官報に、阪神向川線が甲子園口までの運行の特許を受けたことが掲載されていた。向川線は、甲子園口のさらに先、昌泉西の宮駅まで建設されたが、阪神甲子園口駅は完成せずに終わったという。ABCDEFGH、兵庫の鉄道全駅 JR、三石神戸新聞総合出版センター、年月日。 16ページ。ISBN 9長7843億4300万6028。交通アクセス。阪神甲子園球場。https コロンスラッシュスラッシュ www.hanshin.co.jp スラッシュ koshin スラッシュアクセスラッシュとラフィック .html2020 年5月と解閲覧。 列車接近をメロディーで JR 神戸線塚本姫時間交通新聞 P3ABCJR 甲子園口駅ビル平成27年7月7日に開業西日本旅客鉄道オリジナルの2016年2月27日時点におけるアーカイブ https://megalodon.jp/.2016-0227-1945-11/.https://wwestjr.co.jp 443プレスアーティクル2015-06ページ 7279HTML2016 年2月27日閲覧 琵琶湖線、JR 京都線、JR 神戸線、大阪環状線の駅のホームで使用している入線警告音の音質を見直します。ビエラース開業甲子園口駅改良終了。交通新聞、P2 近畿エリアの12路線延べ300駅に駅ナンバーを導入します。交通新聞社 JR 時刻表2018年4月号、統計書西宮市兵庫県統計書兵庫県。 幻の甲子園口駅、阪神電鉄が、計画太平洋戦争末期大学教授が、発掘。神戸新聞。h t t p s w w w k o b e n p c o j p n e w s s o u g o u 2 0 2 0 1 2 0 0 1 3 9 2 8 0 5 8と。 SHTML2020 年12月11日閲覧ありがとうございます。